どうも、ダイファクトリーです。今日はですね、首都高走りたいんですけど、あ、そうそう、トレはですね、カメラの向こうで今日、あのナビ役で隣に乗ってもらうんで、ね、いや、ちょっと C1OB のね、監修を受けて今日は首都高を回りたいと思って、レネトルさん、そうっすね。よし、じゃあ行きましょうか。まあ僕自身ですね、こっちのね首都高はすごいいっぱい走ってるんですけど、違う場所の首都高は全然ね走ったことないんですよ、そんなにね。まあたまに行ったりしてるんだけど、やっぱ山の車ってやっぱ走る、そういうとこ走る車じゃないから、速い車にねこうついていこうとしてもね、まあ飛ばされるんですよね外側にね。はい、まあこんな感じでちょっと、今日はこっちの首都高をね、もともと向こうの首都高をね走ってた、OB に監修してもらって、ちょっと自分が運転していこうかというところです。まあ C1 の外回りをメインでちょっと今日はアタックっていう形でいきましょう。あ、そうだ、ガイファクトリーですね、プレゼント企画やりたいと思います。ついに、これはね、はいはい、10月20日で、はい、なんと2周年を迎えることができました。ありがとうございます。で、プレゼントするものはですね、これです。どれだ、じゃん、まずガヤ T シャツ、これですよ。これどうですか。で、このロゴ、そうさ、これめちゃめちゃレアなんですよね、このロゴ。これね、まだどこにも出してないし、うちのロゴを作ってくれた、はい、ニューヨーク州に住んでる友達ですね、はい、ガヤメンバーをいつもお世話になってる方が遊びで作ってくれたものを T シャツにしちゃいました。これだからどこにも出てません、はい、で今後出す予定も、どうしようって感じ、何も考えてないです。とりあえずプレゼント企画も急遽決まって、はい、ね、よくしていただいてる T シャツ屋さん、急遽なんとか作成してもらったっていう感じなん で、はい、今んとこ考えてないです。なんで、もしかしたら出ないかも、だからめちゃめちゃレアかも、はい、で、これの T シャツが、M と L が選択できて、4名の方に、プレゼントできると、まあ、抽選です、はい、で、まだまだあるんですよ。これです、ガヤステッカーの、まあ、セット、こっちがプリントで、こっちがカッティングシート、ちょっと見づらいけど後ろが白だから、まあ、こんな感じで今後これなんか甲に出る予定あります？いや、これはね、おいおい、評判が良ければ、うん、販売だったり、まあまあ、はい、いずれオフラインイベントもね復活する日が来るでしょうから、そういう時には配っていきたいなとは思ってるんですけど、はい、まあ、年内皆さんの応募数的な、うん、皆さんのこう、ね、そうですね、応募数を見ながらこうちょっと判断させていただくと、まあ、そういう形です。で、ステッカーの方は2枚1組で6名様予定してます。はい、このガヤ T シャツとこれステッカー、合計で10名の方に当たるっていう感じですね。はい、はい、一応ですね、応募方法はですね、動画後半に、ご説明しますので、ぜひね、動画を最後まで、見てもらって、その後ちょっとチェックしてみてください。じゃあちょっとそろそろ言いますか。さすがにね、新宿で照明焚いてるのマジでやばいんで、ちょっと照明早く片付けていきましょう。走りますか。はい、はい、走りましょう。じゃあこれから C1 外回りに向かいます。で、今ここ、とりあえず新宿ですね。新宿から、まあ、乗っかって、新宿線から、C1 の方に向かって走ります。一応、まあ、料金所ね泊まってるんですけどね、まあお金はかかんないです。こっちただだもんねただ
あれ、うん、トルさんが走った時はいくらぐらい？500円、一番最初は500円で、その後、はいはいはい、途中で700円。あー、それは年がバレます。バレちゃうね、そうだわ。はい、でとりあえず、新宿線乗りまして、どこら辺からどういうルーティンで行きますか？今回は僕が昔走ってた、ルーティンだったり、走行ルートを、紹介しようかなと思ってます。まあまあ今、一般車ねちょっといないんですけど、これね新宿線自体がね結構ねこっちの首都高ではね最近作られて、まだねちょっと一般車来れない状況、あのうちらしか走れない状況的な。なんでちょっと一般車いないんですけど、 C1 入ればねあの一般車出てくるんで、まあ面白い絵見れるかなと思います。これ一般車追加できるようになってからもうほんとよりリアルになったからさ。リアルっすね。あの走っててゲーム走りというか、うん、そのありえない走行ってできにくくなって、うん、そうですね、まあビビりますよね。恐怖心を得ながら走るっていう、うん、なかなかね、はい、いい感じにどん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 アップデートされてきたんで、はいはいはい、もう十分こっちで、ま、満足できるよね。うん、でとりあえず内回り入ってもらって、はい、そこからレインボー方向流れて湾岸出て、はい、1回目はね辰巳、早めに入った時に結構暇だったりすぐ走れる時間帯じゃないんで、だいたい辰巳寄ります。なるほど、じゃあ辰巳でちょっと一服してって感じですね。そうで、よくね、一緒に走る人、よくあの走る人とかがね、僕の場合は辰巳が多かったんですよ。で芝浦によくいる人が今日走りたいなこの人とって時は別ルートで、一発目に芝浦様子見に行ったりもするんですけど、うんうん、基本的に辰巳が好みだったんで辰巳っていうことでね、同じルート行きましょう。わかりました。ここ、とりあえずじゃあ内回りですね。内回りから、レインボーブリッジ方向に、車向けます。はい、おー、そろそろね一般車出てきたっすね。まあこんな感じでね、今前にトラック見えるかな、ほらこのトラック出てくるんですけど、まあこんな感じで、あざかとしてね一般車が走ってます。結構幅寄せしてくる。うわ怖え。ギリギリライン。このあざかもね、なかなかねこっちだとPC スペックがね結構求められる、はいはいはい、ね、うん、でね、まあいいところって言えばそうっすね、まあいいところなのか、まあゲームとして、シミュレーターとして悪いところなのかなんですけど、まあ車線変更しないんでこの車たち、まあ、だからまあ一応予測はできるかなっていう感じです。まあまあ確かにね予測はできる、うん、まあ、実際、まあ、向こうの首都高だとどうですか、まあ、車線変更とか、まあ、急な渋滞とか、もう、まあ、そういうの、ね、多々あるんじゃないですか。うんっすよ、もう、トラックね、なんだろう、やっぱ見えないんだろうね、その一瞬でトラックに近づくんだけど、はいはいはい、ちょうどね通過する真ん中ぐらいで車線変更してくる。結構ある、もうフル加速するかフルフレーキングするかみたいな。いや、たまたま潰されずに済んでこれたっていうね、もう何十回もあるし、本当に目の前ギリギリで車線変更してくる一般車とか、はいはいはい、本当に鎖骨折れるんじゃないかっていうぐらいブレーキするよね。そういうのはねやっぱりたくさんありました。レインボーブリッジも綺麗だよね。いやー綺麗ですね。まあレインボーブリッジね、上登るとまあ、お台場の夜景というか、今日フジテレビなんかもあったりね。これプ
VR で走ってると結構ね、いろいろ景色見れるんですよね。面白いですね。ちょっとね、ここら辺の連絡通路もね、一般じゃいないんですよね。湾岸線行けばまた出てきますんで。今のところ、ほぼほぼリアルにだいぶ近いけど、唯一、走ってて、まだだよねっていう部分で言ったらやっぱり路面。はいはいはい。で最近ね、数ヶ月前のアップデートでつなぎ目、はい、橋と橋のつなぎ目は、かなり良くはなったんですよね。本当にちょっと挙動を乱したりとか、ダイレクトドライブ使ってる人たちだとかなりねキックバック来るもんね。ああスポット的に今全面架橋みたいな、スポットですからね、そこをね、うん百キロでね、走ってるっていうのがもう奇跡のようなジャンルですからね、まあ、僕なんて山だから山の人間だから、まあ、なかなかね、もう本当に憧れというか、まあ、そういうところはあったっすよね。そういう人たちもね、よく来てた。まあまあギャラリーだったり、まあなんちゃってドライブなのかな。でもそんなに速度出てないのにさ、めっちゃバンパー揺れててさ、一回パーキングで見してもらったことあるんだよね。そしたらそうなんか紐出てると思って見てたらさ、ハイラップ止めだからね、サイド2本でピース止めじゃねえんだと思って、あれは衝撃だった。まあ、山の車持ってきたことありますよ、数回。まあね、まあ、風圧で、まあ、タイラップ切れるんですよ。そうだよね。そう、あ、風の力ってすごいと思って。そう、だからもう全然、なんか、その世界が違うというか。あ、そろそろ辰巳ですね。一回、じゃあ、ちょっと休憩しますか。はい、まあ、誰かいるのかなというところ。誰もいないですね。いないよね。いつも大体十数台ぐらいね。ああ、まあそうっすね。うちのメンバーやね、うん、はいはいはい、よしみにしてもらってる仲間がいるんですけど、まあまあ、まあ、やっぱ連絡しないと、まあ向こうの諸子とね、まあ仲間まで連絡しないとね、来ないよね。野良はね、野良はいるかもしれないですけど。じゃあとりあえず飲み物飲んで、なんか飲みます？コーヒーにしようかな。はい、じゃあ買ってきます。じゃあそうそう行きますかね。行きますか。いや、辰巳っつったらね、辰巳ダッシュ、僕が来てた時代はね、辰巳ダッシュみんなねやってたんでね。それね、そういつからなんだろう。俺走ってた時辰巳ダッシュなかったよ。あ、そうなんすね。まあまあそれなりにね、飛ばして出てく人はいるけど、はいはい、辰巳ダッシュって言わないよね。ちょっとダッシュします。行きます。いやー結構速い。このお二人めちゃめちゃ速い。あれ、これなんかトルさんが大黒のあれショップでなんか借りてきた結構有名な車って聞いてたんですけど。あ、そうそうそう、結構ね首都高ではこっちの方でも有名。はい、たまたまね、こっちの世界でもね、そう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 、僕が乗ってた時の車にそっくりなのと、スペック的にも大体似たり寄ったりなんで。ああそうなんすね。そう、なんかね、話によったり、まあ自分なんかも見たことあるんですけど、まあなんかオレンジ色の NSX だったり、まあその他ね、もろもろと走ってたり、走ってるらしいよ今でも。はい、はい、走ってるらしいよ。ああそうなんすね。結構有名だって聞いてね、まあ、その車借りてて結構いいフィーリングっす。 FD いいでしょう。うん、いや FD いいっすね。まあやっぱ山でも乗ったことあるっすけど、もうハンドル切った方向に曲がるっていう感覚。そうそうそう。ただね夏場だとね、帰る頃にね、はいはい、オイル減るから、はい、あー、なんか熱とか結構ね、もうなんか聞いたことあるし、ツーストかっていうぐらい。僕はあのツーストもバイク乗ってたんで、はいはいはい、分かるんですけど、4輪になってもオイル足すのかって思うぐらい減るんですよ。あー、オイル食っちゃうんだ。
そうだね、そこそこ走ってると本当に4時ぐらいになるとチェックランプつくんで、大体まあパーキングでちょっと釣り出していくって感じか、それから帰る感じかな。あいや、山の車は棚落ちしてブローバイがいっぱい出ててみたいなそういうオイル漏れはあるんですけどねオイル漏れってかオイル食いってか壊れてますよね要はね。あ、なるほどねそうそうそう、いやこっちはもうちゃんとメンテナンスしてる状態だと聞けるからねやっぱね命がかかってるもんですからね。まあまあ一緒ですけどね、大体上にね乗った 3,4 回乗ったらねもうほんとすぐショップ出してた。いや、 やっぱ怖い。そうパッドチェックアライメントももう月1でやってもらってて、もう狂ってなくてもとりあえず見て、やっぱね怖いもん、なんかあったら嫌だ、自分のミス以外で車のせいでなんかね、うん、あの事故したっていうのがすごい怖かったから、はいはいはい、もうほぼ2ヶ月に1回はねもうほぼフルメンテ。なるほど、うん、とりあえず C1 外回り入ってきて、ここが最初のオフィスですよね。そう、ここ銀座のね、あの、はい、今は中央分離帯の手前の方にもできたし、昔からあるのはこの、はいはいはい、ここね、この2個目の、ね、あ、この左側ね。そう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 、ここがね、なるほど、あのここ通り過ぎてね、みんなすぐ飛ばさないんですよ、うん、これ都市伝説があって、後ろをね、撮るカメラあるよっていう都市伝説があって、だいたいこの降下したぐらいから走り始める。そう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 、あ、多分都市伝説多分ないないんだけど、まあまあまあね、いろいろね、山でもね、いろいろ都市伝説はね、そうそうそう、ありましたよ。でさっきの首なしライダーとかね、そうそうそう、あのカメラのある場所があの銀座のあのポリボックス、ポリボックスじゃねえや、それ大阪だったわ、警察の待機場所はいはいはい、はい、そうなんで、まああながち都市伝説もちょっと信じやすいというか。ああ、なるほど。そうで、基本的にあの辰巳から出てきてもらって、辰巳出た後はちょっとね空いてたんで軽く流したんですけど、うん、ここは1周から1周半ぐらいかな、あの工事とかね、事故の状況とか、はいはいはい、その時のそのなんだろう、もろもろ含めて偵察というか軽く流します。あ、なるほど。じゃあ今日もちょっと流しましょう。まあ下見というか、うんうんうん、この間にとんでもない事故とか見つけたら、僕の場合はね一回パーキング戻るんですけど、気分が乗らないんで、はいはいはい、ほぼ帰ります。なるほど。そう、そろそろ芝公園かな。これがね、昔で言うとこのね2個目のオービスですね、この左。はいはいはい、今は何でしたっけ、今の向こうの所庫は。あれ、あ、なんかなくなったかも、なかったかも、そういえばなんかそんな気がした。今はね、オービス気にするような走り方しませんので。ああ、そうっすね、あの、もう気にならない。60キロでもう全く気にならない。はい、今度見に行ってみましょうか。ああ、僕はまあそういうねコンテンツも面白いかもしれない。そうね、いつかあの、実車の車載で高低速度内で走って比較っていうのも面白いかもね、こっちの。あ、そうですね、面白いかもしれない、ね、見た目とね。はいはいはい、さあさあ、でここら辺から全開区間かな。ここはね、通常はもう全開区間かな、一番長い時間スピード乗ってる区間かもしれない、うんうんうん、あー、なるほど。まあ、赤坂ストレートって言われる場所っすね。はいはいはい、はい、ここはねもうね、4、5台ぐらいかな先ぐらい見据えて走っとかないと、まあね、出てるスピードもスピード、ね、そうそう、ジャンクションがね結構怖いんですよ。で他県ナンバーの人だとジャンクションそのままね一気に右車線入ってきたりするんで。ああ、ちょっとね。そう、ここもなんかベストラインがあると聞いたんですが、ここがジャンプ、今のちょうど通過した場所がジャンプするんで、一回霞ヶ関出口に向かってね、右側ですね、右側にそう走っていくとちょっとねまっすぐ目にジャンプできるんで挙動乱しにくいですよね。はいはいはい、僕の場合はあの某
有名ショップのディフューザーつけてたんですけど、うんうんうん、そのディフューザーがね毎回もう割れるんじゃないかっていうぐらい毎回ヒットするぐらいのジャンプするんで、一回まっすぐ霞ヶ関の出口に向かってコンコースにっていうかその元に戻ってくるみたいな、そういう走り方をよくしてました。今はなんか綺麗になったらしいし、昔と違ってねタイヤとかサスペンションもすごい良くなってるんで、うん、まあそのねやっぱり速度域じゃないとわからないラインっていうところもあるかと思いますね。そうですね、普通に走っただけじゃね、わかんないもんね。わかんないね。うん。僕はね、もうそろそろ引退するかなって、ほとんど乗らなくなったあたりぐらいかな、後半の方ぐらいで、そのそれこそ700円になった時ね、初号が。うん、うん。その時はね、もうね、トップ走ってる人たちはみんなね、S タイヤでした。S タイヤのハード履いて、いやみんな走ってる。ストリートに S タイヤ持ってくるね。スリック履いてる人も見たことあるし。あセンターロックのホイールでね、レーシングカーじゃんっていう、はい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 、いましたね。で僕はつくばではSタイヤ履いてたりしてたんですけど、僕はもうラジアルにこだわって、今の人は多分知らないだよね、ネオバの AD07 っていうのをねずっと履いて走ってたんですけど、なんじゃそらって今聞いたらもう化石のようなタイヤなんですけど、いや神田もねやっぱり一般車いるとやっぱ狭く感じますね。狭いよね。でこれ今撮ってるこの左側、はいはい、これは、基本的にクリアの場合は左車線走るのが大体普通、右がね段差がすごいんですよ、つなぎ目の。なんでよっぽどじゃない限りは左通るし、バトル中でもそのみんなが左通れるようなラインを通ってあげる人がすごい多い。なるほど。今はどうなのか分かんないけど、これで一周戻ってきましたね。そうですね、ここね江戸橋ジャンクション通って一周目で、ね、ここね実際はねめちゃめちゃね路面荒いんで、僕ねここでね、回ったことあります。あれなんか他にもクラッシュしたここで本当にねクラッシュ多いんでね、うん、僕はね、なるほどなるほどね、だいたい4個追いかけてるとき GTR とかライブ追いかけてるときに同じ速度でいけんだろうって言って挙動を乱して大体ケツ出るかスピンする、あ 4… まあ4区人のね安定的に前に引っ張る力は違いますね。ね、あいついけんならいけるかってだいたいいけないパターンがすごい。あるあるだ。僕は某80みたいに、はいはいはい、ヒットはしなかったんでね80みたいにね、 そんな事件ありましたね。まあまあね、もう一周ぐらいちょっと流して様子見てちょっと行ってみましょうかね。ここも意外とねこの高架下ってめっちゃ怖いんですよね、通過するとき。ここが思ったより減速しないんですよ、結構下ってるんで。結構こっちの首都高でもあそこはなんか下り込むというかバンクがあるというかが表現されてますけど。そうっすね、 VR だとね、あ、鬼だぐらい結構下ってんなって思うし、うん、あ結構わかりますね。そう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 、大体あそこでブレーキミスしていつもメンバーにおかま掘ってる、止まれな。まあね、おかま掘って車壊れてね、全損になってもまあボタン一つで。そう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 。すぐ直っちゃうから。辰巳に戻れば。直っちゃうけど、ヤジはすごいよ。はいはい。メンバーからのヤジはえぐいよ。うん、まあまあそんな楽しみ方も。この先のこのジャンクション、ここがすごい、はい、ここも路面荒くて減速してても、はいはい、ブレーキから火花出るぐらい止まらないんですよ。もう、ジャンプしながらもずっと ABS 聞きっぱなしっていう感じで、はい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 、ここはねすごいね事故も多い。あーすごい、 ABS そのままつけるんですね、やっぱちょっと違うっすよね。 ABS ドリフトはね
外すじゃん。そうそうそう、もうみんなカプラブチです。だって確実にでランプつきっぱなし、あの人間より賢いからFD とか、それこそ当時だと 3433GTR で絶対人間より賢いから ABS めっちゃ頼る。なるほど。 ABS 取ってしとこうってあんま聞いたことないかもしれない。ああ、まあ、ABS ね、まあ、もともと僕の車はなんか ABS ついてなかったですけどねハイキャスっていうのはついてたんですけどドリフトの人って何でもかんでも撮るよね。なんでそうっすね、いっぱい撮るよね、なんかそんなイメージ。メーターをあのもうパーティー状態になるっすね何でもかんでもやっぱりもうなんか電子制御はいらないっていうもうそういうもう自我があって、あと直さないって多いよね。あ、そうですね、まあ、直さないですね、まあ、直せないっていうのもあるんですけど、ボディとかも直さないよねそうですね、まあ、それがもう勲章というか、なるほど、ね、もう戦った後というか。そうなんですよ、なんか首都高とかもバンパーがなんか1週間でね、だいたいバンパー真っ白くなるんで、はいはい、僕はね、あ、やっぱ飛び石とかだいたい 3,4 ヶ月に1回ぐらいはフロントだけ、うん、塗装してもらってましたね。はいはいはい。あ、なんかね、首都高でその汚いって表現はちょっと語弊あるかもだけど、うん、うん、やっぱりみんな綺麗なんだよね本当に。ああ、そうだから、そのボロボロとかなんかへこんでる傷ついてるっていうのがなんか恥ずかしくなるんで、パーキング行っても。ああ、なるほど。でも綺麗にしてても本気で走るっていうのがなんかかっこいいみたい なんかステータスじゃないけど、まあまあそんな風潮もあって、まあみんな綺麗ですよ。ドリフトだとね、全くちょっと左と右のドアの色違ったりするもんね。ああ、まあそこはまあもうまあ、やっぱりヤフオクとかね、やっぱ寄せ集めで作ったりとか、あれでさ、またドア女の子助手席乗したりしてるじゃん、うん、はいはいはい。こっちだとね絶対乗ってくんない。みんなすげえ乗ってくれて乗り気ですよ。そのまま乗ってくれますね本当に。まあ、なんでドアがね色変わるかっていうとね、まあ上手い人なんかは結構ドアにねタイヤパン食らうんすよね、カウンター切ってる方の。ああ、なるほど。そうそう、だから結構ドアが変わるっていうのはうわある。まあ上手い人でも同じ色にしないんだ。同じ色に、まあ後でするっていう感じですね。するけど、する予定はあるんだけどまだしてない状態でみんな知ってるっていう。そう、なるほどね。予定は未定ってやつ。そう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 、予定は未定とりあえず走るのに色は関係ない。なるほどねそう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 。あと僕なんかもう車検もね毎回通らないんですよ。フロントガラスがね飛び石だらけで、うん、飛び石がすごすぎてほとんど車検通らないんで、はいはいはい、毎回あのフロントガラスも交換。あ、そこもやっぱり違うっすよね。意地でも車検を通すっていうこっちは感覚なんで。なるほどね。いや僕はもう店任せ、ね、自分であんまりやることなかったんで、うん、爪のね、はいはいはい、間が黒くなるのが嫌で、もう全部もうお店にお願いします。ああ、もうやっぱなんか感覚違うな全然感覚が違うな。まあやっぱね、みんなでこうどこをやったとかあれをやったとかっていうんだったり、まあ、エンジンハンガークレーン使わずに、まあ、SR だったりアルミで軽いんで 2人3人で単管積んでよいしょみたいなそうそうそう、ミッションなんかもね普通の車のジャッキル下ろしたりとか。あ、なるほど、ね、まあ、タイヤ交換はやっぱりねしてまして、はいはいはい、ああ、はいはいはい、普段の利用とC1 用とか分けてたんで、はい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 、タイヤ交換ぐらいはしてましたけど、車のあ、こだわりある人は確かにねやってたかもしれない、うん、山も、うん、でも車にの下潜ってどうこうとかエンジン下ろしてとかは、ね、うん、まずないそうっすか。あ、まあ、お店だとねエンジン下下ろしだけど、うちらは前か上ですからねそこの違いがあるっすよね。なるほどねそうそうそう、エンジンのね下ろす方向がねショップさんと、ね、プライベートだと違うんで。あ、ここで、ドバシ越えて2周目入ったんで、そろそろペース上げていきたいんですけど、どうすか。いいっすね。まあまあまあ、基本的に普段はこれで何もなかった、はいはい、じゃあ今日は走ろうってなった時はまあ大体銀座、うんうん、
ここね、ここ超えたあたりぐらいから徐々にペースアップしてって、はい、行くという感じかな。了解です。じゃあ行きます。まあ多分走ってる最中俺無言になると思うんでよろしくお願いします。適当に。じゃあ、まあ、コース紹介っていうコース紹介もあんまりねないんですけど、あー詰まってんな。ここね、目いっぱい三車線、目いっぱい三車線使うと、結構楽だったりする。結構ねいい感じで曲がれるんですよ。うわ、いやまあ何割、4割5割ぐらい出したっすけど、まあでも怖いっすね一般シェルト。うん、怖いと思う。だからこういうさ、今オービスで減速してるでしょとか、一般車でさっき詰まったりとかするじゃん。これね8、9割で走っててもオービス区間とか一般車で詰まるっていうのは本当ね救世主って思うぐらいね、ホッとする。もうブラインドの先いそう。あーいたわ。いやあかねえなー。おー危ねえ危ねえ、うわ危ねえ渋滞。おお渋滞っぽくはないか、なんか前が詰まったんだな。実際もあるからね。まあこういうねアクシデントもね、あまあ怖いですよ。よし。いやー怖いなまあ、今飛ぶほどのスピードじゃなかったけどね埋めてないっす。でここもね右からの合流がめっちゃ多いんで、左走ってすぐ右飛ぶ感じかな。でこのトンネルの中はね、右のピンクリップ側っていうのかな、ここはね結構水たまりできてたり路面がずっと濡れてるんで意外とピン寄れないんですよ。結構ね中央線はみ出して走る人多いかな。でこの先も右側めちゃめちゃ大きい穴っぽくあるんで、中央線寄りに昔は走ってたかな。神田怖いっしょ。いやさ実際 FD もさエンジンブレーキ効かないからもう本当にしっかりブレーキ踏んで曲がっていかなきゃいけないんだけど、まあ、GTR はそもそも重いからそんなに速くないかな。でもランエボに関してだけはねもうねずるいと思って、アクセルオフだけでとんでもない速さで曲がってくるライボがね結構いたんですよ当時。おお、まあまあまあ
なんとか一周もうちょっとね次はペース上げたいです ねもうちょっとねっぽい。でも実際とすごい似てて結構怖いでしょ。うん、あの踏もうと思えないでしょ。うん、思わない。踏んでた言ってた 踏んでいってた人たちってって思うよね。いや本当によくやるよね。まあ、よくやる、まあよくやるよねっていや今思うとよくやってたなって思うし、まあでもね若い時って分かんないですし、言われてもね、そう分かんないですよね。どうやって帰ったか今じゃない記憶にないような日もたくさんあったんですよね。まあアドレナリンが、まあ、分かりました、うん、山もね同じですよそこら辺は。今のね知り合いとか若い子うちのメンバーとかにも首都高走りたいんすよって言う子いるんだけど絶対やめな、ろくなことないしメリットなんて一つもないからやるもんじゃないよって言うんだけど、まあ説得力ないよね。いやー何つぶされるっすね。マーシャーリキだったね。同じようには毎回は走れない。うお、いやーオービスがねもう休憩のひとときというか、だから正月とかね年末なんかすごいオールクリアの時って昔すごい多かったんだけど、前回でこんなところを走るっていうのがね、本当怖くて、タイムアタックはね、昔はよくやってたんですけど、一般車とかがいる方がなんか安心するというか、歯止めが効くっていう感じがあるんで。いや結構固まっててなかなか走れないですね。まあそうだね。うん、まあ実際もこんな感じですよ。これだからバトル中だとストップ&ゴーがめちゃめちゃ多いんでパワー上げたくなっちゃうんですよね。
いやめちゃめちゃ疲れる結構無言で走ってた。いやいや無言ですよもう集中っすよ。まあね、こっちのね、首都高といえどね、まあ、マップだったりな、車見えちゃうね、アプリケーションとかあるんですけど、まあ、それ全部来て今やってるからね、本当にブラインド先に車いるかいないかっていうのは全く分からず、もう本当に向こうの首都高とね、もう変わらない。そうっすね、僕らは大体みんなこんな感じで、はい、極力リアルやってます、いうのがありますね。そろそろいいかなそろそろちょっとスパートかけてスパートとかラストとか言っちゃダメなんか、フラグ立てちゃう。まあまあまあ、ちょっとペース上げてね、行ってみましょうか。時代に生まれたかったって言ってるコメントとか結構いただくんですけどね、この時代だったとしてもこうやって見てても思い返してもないよ、実際は。実際はっていうか、あっちは、こんなスピードでもう今ね、こっちのね、首都高だと240ぐらいなんかな、30ぐらいかな、左が楽っすね。そう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 。まあこの辺でよろします。まあどうすか、隣で乗ってみて。怖い。まあ怖いっすよね。俺多分横乗りって本気の人の横乗りって乗ったことないから相当怖いんだと思う。僕はね、昔連れとかよく乗してたんですけど、やっぱね怖いっていう人もいるし。若干漏らしちゃった子もいるし、次の日全身筋肉痛ですっていう人も、ね、結構いた。で僕人のやつにはねあんま乗れないんで、ジェットコースターも、ね、乗れないんで、人の横ってね怖いよね。あと自分と違う操作したりする場面あるから怖いって思っちゃう。ちょっと新宿線ね、ちょっと帰りなんで流しちゃってますけど、これね、僕もいつも流してました。僕、高井戸までね、通り過ぎて、新宿で普段降りるんですけど、4号線、結構ね、帰り道って流す人というか、それなりに結構ね、個人的なタイムアタックする人結構多くて、でその中でも、僕らが走ってた時に結構人気あったのが中田、板橋とか、袋方面、埼玉帰る人たちなんかは、結構テクニカル直線もあったり、本当にタイトなコーナーもあったりするんで、僕もねわざわざ降りて乗ってを繰り返して中間走ってたこともありましたよ、無駄に。まあちょっと俺はここら辺でもうそうそう新宿なって、いやまあ一般者いない状態でもね結構ね疲れますね、スリルあるし。まあこれをね、まあ今の時代でもやってる子たちとかいたり、まだいるのかな、全然ね、夜
走ることないんで、まあこういうシミュレーター、まあ、本当にね C1OB の本当お墨付きですから楽しめるっていうのはね、あの十分な体験もできる。で今社会的地位失うでしょ、事故ったり、捕まったり、まあ SNS とかでね、まあまあ以前その当時もあったんでしょうけど、当時はまあ今はねさらにね現行犯だったりとかさ、オービスナンバー映ってなかったら来ないよとか、なんかいろいろあったけど、はいはいはい、今はもう、あのドライブレコーダーとかもあるし、大体ほとんどの人スマホ持ってるでしょ。僕らの時あの携帯あってもカメラついてない携帯とかみんな持ってたんで、今はもうスマホで簡単に、ね、ドライブレコーダーもそうだし撮れちゃうから、簡単に SNS にアップされて、会社の人にバレて、首とかね、そうね、やっぱり昔とこう、まあ、楽しいって言ったらおかしいかもしれないですけど、まあ、そのやるやらないにしてもやっぱシミュレーターっていう、まあ、うちらがやってるようなことで楽しめるっていうのはすごく意味があることなんじゃないかなって思うんですよ。そう、もうね、あのシミュレーターって言ったら、まあ、サーキット走行でしょっていうのがまあ定番なんですけど、あのこうやってねアセットコルサっていうシミュレーターでその危険行為を合法的にできるし、それなりの楽しさもあるんで、もうね、リアルでねもうやっちゃダメ、もうやる時代じゃないし、ね、確かに若い子たち、まあ、いろんなこうね、いろんなアニメだったりコンテンツね、まあ、あると思うんですけど、まあ、それで、ね、好きになったり、ね、ああ楽しそうっていうのも分かるんですけどね、まあ、それをこうどちら、ね、向こうの首都高とこっちのね、うちらがやってる方の首都高、どっちに目を向けてほしいか、どっちをやってほしいかって言ったら、もう圧倒的にこちらの、そう、誰にも迷惑かけないし誰を悲しませることもないんでね、はい、今後はね、もうここまでシミュレーターも来たんで、峠もあるし、いや一緒ですよ、もう峠なんか、ね、峠も今あの、ね、よくあの峠作ってくれてる有名な 90GDSP さん、はいはいはい、どん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 ゼブラとか路面のギャップをね、アップデートしてってくれてるんで、はいはいはい、もう本当に十分よね、うち毎日サバ立ててるけど、もう本当にストリートの雰囲気そのまんまだし、いや本当ですよ、まあね、違う、まあ、リアル動画というか、あの、まあ、ドキュメンタリーみたいな動画この間作りましたけど、やっぱりあれぐらい、まあ、こう投入感もあるし、そう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 、あ、面白いんですよ、あの前回開けた動画ってあれもう僕らが普段サーバーで走ってるそのまんまだもん、ね、はい、本当そのまんまです、あの映像のまま普段夜夜な夜なみんな自宅から、あの全国の峠に走り行ってるっていう感じなんで、はい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 、まあ、やっぱりこうなんていうんですかね、いろんなこうコメントも、まあ、ちらほら見えるのがゲームでしょみたいな、実写の方が面白いでしょみたいな、いやそれはねもうね、うちらも十分承知なんですよね、実写の方がね面白いっていうのは、そんなのねもう誰に聞いてもね、実写でやれよとか言うんだけど、そうそうそう、時代、今の時代っていうことですね、時代じゃないよっていうことなんで、そう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 、あの、全然ね、サーキットとかだったら実写でね、そう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 、ね、全然できるし、まあ、今のや、ね、ちょっと車の相場はね上がったりとかあるけど、やっぱりうちらのコンテンツとしてはストリートですからね、そう、ストリートをどうしてもやりたいんだったら、はい、ぜひこっちのストリートを走りましょうっていうことで、そうです、はい、まあ、自分たちのコンテンツの意図を踏んでもらえればね、本当にどんどんそうやって、こう危険な目に遭う人が減ってくれればいいなと思いますよね、そうですね、はい、まあ、そんな感じでどうでしたか、まあ、C1 のねこういう、まあ、ドキュメンタリーなんですか、ルーティーンちょっと作ってみたんですけど、昔こんなんだったよっていうねそうですね、まあまあこんな感じの動画、まあ、他の車でも走ってもいいし、まあ、この間あげた、八方ヶ原のドリフトみたいな感じでもうちょっとねこうリアルに寄せたような、山がいいよね、やっぱね首都高は、まあ、僕が走ってたのって基本的に C1 の外回りがメインだったんで、結局ぐるぐるしてるだけなんでねまあ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 、ね、いろんなあの全国のね
山をね、はいはい、こうちょっとこう行きたいですよね。そうですね、巡ってね。あ、そうだそうだ、プレゼント企画忘れてた。はい忘れてた。一番もう重要ですよ。もう皆さん待っていただいてる、2周年、はい、皆さんたくさんの方のね、はい、応援があって、はい、ガヤフトリーメンバー一同も本当にね、コメントとかちゃんと目を通して、はい、みんなでね、はい、いつもこう喜んでるというか、励まされてここまでなんとか来れたということで、はい、どうしようか。この動画が上がった時にもうツイッターも一緒に上げてるんで、はい、そのツイートに、はい、を、リツイートしていただいて、そのツイートにリプをもらいましょうか。T シャツが欲しいとか、ステッカーが欲しい、はいはいはい、T シャツが、4名様で、ステッカーセットが、はい、6名様、計10名の方で、はい、どっちが欲しいかで、T シャツに関しては当選した後に、はい、はい、ダイレクトメッセージで、サイズとか、そういったものもお伺いするという形 で、 で当選発表も、ね、はい、はい、ツイッターの方で当選発表、お名前を発表するという形 で、 で10月20日が2周年なんですけど、この動画上げた時にはもう数日しかないので、はい、はい、今月いっぱい抽選期間にしましょう。はい、今月いっぱいですね、はいはい、今月いっぱいの抽選期間です。月末、今月は31日まで、31日の、はい、どうしましょう、20時にしましょうか。はい、2021年10月31日の20時が締め切りになってますと。そうです。で、翌日にしましょうか。1日の、同じ20時ぐらいの時間に当選発表にしましょうか。はい、翌日の11月1日の20時が発表になります。ツイッターで当選発表します。当たった方には、はい、DM 送ります。応募する方は DM、受け取れるようにしておいてください。はい、まあこんな感じで、次どこやりますか。まあ陶芸ですか、やっぱりね、やっぱね、陶芸の違う陶芸行きたいですね、はい、たくさんあるんで。あ、了解です、了解です。まあ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 、じゃあなんかコメント欄で違う量っていうの、ふとうっていうのをちらほらあったかもしれないんで、ストリートといえばやっぱふとうかなと。あー、ピーポー来ちゃうね。あ、いいっすね。あー、用意しておきましょう。パトカーも用意しておきましょう、はい、じゃあまあね、じゃあ いつかというか、まあ、次のリアル系はじゃあピーポーでやりましょうか。はい、はい。